ウエスト、こんにちは、メリーです。今回は新キャラですね。新キャラの、新キャラっていうか、まあ、旧キャラではあるんだけど、月の夜おろちの血に来ぬふいよりよというね、横文字っていうか、こう、なんなのこの全部カタカナ仕様なの。こう、どういう、ということで今回はオールマイトファースカレー使っていくよ。色あるね。今日 BGM が切ってるの忘れてたからなんか適当につけとくんだけど、どうなんだろうか。まあさっきどうなんだろうかっていうか、まあ、使ってるんだけどね使ってるんだけど、問題はね、リーダーで使うかどうかなんですけど、リーダーで使ったんですよ一回。ファスカで最初使って抜けない、ファスカと使って76でやって、それで目の汗まで行ってちょっと5色決めきれずに死んだんですけど、まあどうせね属性吸収持ってきてなかったね、死ぬかなって思って、まああんまやる気はなかったんですけど、その当時は。で、あ、待って、ミスった。あ、でもね、これ、あ、大丈夫か。オールマイトだったら4色でいいんだよね。これがさ、5色ないとさ 60% の軽減が貼れないっていうのがまたねネックで、ちょっとミス多いなっていう。で、アムリネアと組み合わせて次やってみて、アムリネアはね、変身までがすごく大変なのと、6号盤面だと無効貫通がまあしんどいって思った。まあ、ミッキー&フレンズ、つかめ、あれなんていうの？ミッキー入れてあげたらまた違うかなとは思うんだけど、まあ、無効貫通スキルが欲しくはなるよねっていう。例えばこういう敵が出た時にどうするかっていう話なんだけど、まあ、とりあえずちょっと一旦ね、色がないんだから。闇があってくれると、まあ、地味には削れていくか。ちなみに回復力はね、結構高くなりましたね。まあでも過剰すぎたな、これ。イオリにした時も。ちょっと過剰だったかも。ちょ。まあでもいいわ。10コンボ来ないと、オッケー。これでいけるかな？どうだ？ファスカーン！お前さん積んでる量があと2か。残念。ちょっと間に合わなかったね。これで削りきれーな。いい。まあちょっとこれで。3、4、5、6、7、8、9 OK! これはいったでしょう。よし、 OK、 まあ、こういう風にやんなきゃいけないから、ちょっと無効貫通がしんどいかな感はあるね。あ、ま、あ、よかった。エスカトンジャッジメントだから、どっちもよかった。ミリオの上溜まってもう大変なことになってるかと思ったわ。まあ、2ターンあるからね。よいしょ。あ、やばい、これはやばい。ちょっと待って、これやばい、これやばいっすこれやばいっす。ちょっと待ってよ。こういう時に、じゃあ、これ打ちます。よりの3倍エンハンス。これ。3倍エンハンスが強い。いやー、より活躍したね。もう十分だわ。いや、3倍エンハンス強いでしょう。倒せるでしょう。オッケー、強い。やっぱ3倍エンハンは強いな。で、次が覚醒無効が来る可能性があるけど、大丈夫。じゃあ、闇か？もしくは火でいけるかな？ほぉ。あ、待って、こいつは、まあよかったか。まあいいや、別に。追撃必要だったけど。そう、そういえば、追撃がやらなくてもいいっていうのは強みかなとは思うね。ただね、追撃ね、最近のダンジョンいらないんですよね、別に。追撃なくても困んないんですよね。だから、どうなんだろうね、その辺は。まあそういう追撃が必要になってきたときに、ああ活躍するかもね、イオリは。いいね、スキルチャージがあって、これ、スキルが強いから多色には非常に強いっす。ここはね、遅延させるんだけど。どうしようかな。まあ、一応半減で耐えながらかな。ここの遅延一応。自分は生まれながらに欠陥している。これ耐えるでしょ。全然こいつ割合感のドンだから。はい、余裕。はい、余裕で。ワンパンで抜けるかどうかはちょっと微妙なところではあるけど、ただちょっと見せてほしいな。闇の火力見てみたい。おうおう。他に飲んでなくない？おうおう。オッケー。で、次はね、これ、今日連れてきましたんでね。新キャラですからね、この子もね。ちょっと使ってなかったんで、全然他の動画で。使えてなかったので、ちょっと今回は使わせていただこうかなと。10コンボ強化、7コンボ強化、悪魔キラー2つの潜在悪魔3と2、2ウェイが一応2つあります。だから、これ、2ウェイを組むと、まあ、2ウェイ組まなくても、多分2ウェイ組まず行きましょうか。そこのプラスがもし闇だった場合は、闇じゃなかったけど、OK。これで、なんとか、よいしょ。あー、ちょっとターゲットが見せたな。2体はだいたいほぼ削れるぐらいか。じゃあ、次は 2way をかましていきます。こんな感じで。はい、これで多分2体は沈むでしょ。よいしょ、OK。いいね。で、次また 2way 絡めて、あー、そこがちょっと怖いが、こうしよう。
さあこれ多分2人とも抜いていくんじゃない、抜き去っておしまい。はい強い。でラファエルは全然半減プラス軽減だから余裕で耐える。で闇があるからまあここも属性的相性により余裕でしょう。あー違う、水もう一個上や。うわーミスったけど、なんか下の方が水が決まると。これで半分いくね。よし、オゲイ。マシンキラー触れたらでかかったよね、このイオリ。マシンキラー触れたらなー、さらに株上がったんだけど、まあでもシュラ向きじゃないのかな。一応体力キラー振るってことは、新しいダンジョン、なんだっけ、魔狼の支配者向けなのかもしんないね。魔狼の支配者ってまだちょっと、俺が慣れてないっていうのもあるんだけど、体力タイプ多めなのかな、今回は。オゲ、強い。体力タイプが多めだったとしたら、まあワンチャンあるかな。上のねこのネルギガンテが溜まるのはさすがになんで、ドリームはこれ、ドリームはあーでも主君して、もしあいつが出たらか。よしオッケー。さあこれで倒せるでしょう。よしオッケー。これはじゃあまあこれ使うしかないよね。一応ファスカー打ちます。ちょドリームセレブレーションはちょっと残しといて、まあワンパン突破狙うか。これがさ、これが突進価値上げたまりそうだから、もうこれ使っちゃうか。エンハンスこれで使っといて、何色だそのキラキラ全部光ってるか全然わからん、全然わからん。はい、オッケー。まあこうやって倒せるでしょ。よいしょ、オッケー。で奇跡ね、奇跡はまあ適当に殴っとけばそのうち倒せると思う。さあこれでどうだ。右側抜けた。これメノアが体力タイプのメノア出てきたらな、熱いんだけど、まあそううまくはいかんかもしれんね。で次のあれによるんよね。これでも打っていいかな。パスかたまりそう。2かこれで。でもちょっとここは安定して突破したいんで、とりあえずは片方だけ倒すかもしれんけど、ああそういう感じか。だったらいらんかったな。だったらもうここで打っちゃえ。あ打っちゃえって、食らってないから打てないのか。くそ食らってないから打てねえじゃんダメージ。そう、幹触れの弱いとこ見せちゃったな。よし、まあこれで抜けると思う。多分一番火力出してんの、まあ、オールマイとかイオリだけど、まあでも闇だからな、今回の変装は。多分、よりの方が出してるでしょ。泥鏡も積んでるし。ワッキーかよ。ワッキーか。まあ一応遅延一旦打てるから、まあドリームセブルション打って。攻撃タイプか。ちょっとな。まあオールマイトとかのあれもあるんだけど、オールマイトでもどうしよう。無効貫通いらんくなったな、これ。じゃなかったっけ、この次のターンは。闇決まっちゃったけど、ここで遅延を打って、遅延打っていいよね。遅延打ってもアスカたまりそう。遅延一応打って怖いから。自分は生まれながらに欠陥している。お前これ打つ、一応オールマイト打ってみるか。天気がする、一応まあオールマイト打ってみるか。私が来てさあこれでどこまで行く。これでさあどうだ。落ち込んは2個。どこまで行く。あー行っちゃうのか。行っちゃうんだったらちょっとな、オールマイトどうだったんだろうかはすごい。でここなんだけどまずは、普通に殴ります。普通に殴ってどんぐらい削れるかなって感じよね。さあこれでさあ落ち込ん乗ってどれぐらい。オッケー、まあいいや、とりあえずいいわ。体力タイプの目の輪出てきてほしいな、マジで。結構確率的には高いはずなんだけど、突進価値上げたまるな。おっ、もうここで使おう。結構削っちゃうかな、3倍。結構削りそうな気がするな。怖いなこれ。一応なんか気持ちの追求打っとこうかな。あ闇2セットあるし、怖っ。これ
ちょ、ひどか、うわー、もうどうしよう。うわ、怖いよ、これ怖いぞ。これ結構怖いぞ、正直。操作時間長っ。うわ、これ怖え。怖えな、これ。うわー、どうだろう。どうかな、どうかな、これ。どうかな、横チンコ消しも入ったし。怖いな、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 怖いな。よし。いい感じに止まった。いい感じに止まった。ただ、これ以上削るのが逆に怖い。これ以上削るとなると、止まって、オッケー。これだったら大丈夫でしょ、全然消えないでしょ。光になれ、光になれ、光光光。うー、闇かー、闇か。そうか、闇か。エンハンスどうしよっかな。オールマイト打って攻めるか。私が来た。よし、ここでもう攻めます。じゃあ、まあこんだけあるし、いけるでしょ、多分大丈夫だと思うよ。オッケー、闇の打ち込みの私、まあこれはいける、さすがにこれはいける。よーしよしよしよし、とりあえずね。で、体力タイプの目の頼むわ。体力タイプの目のは、お、体力じゃない？お、来た、体力来てました、体力。体力来たよ。でもこの子さ、ピュイーンがあるんじゃなかったっけ？ピュイーンが怖すぎるだろ。うわ、でもこんぐらいか、削っても。ないなぁ。お、いいやん、いいやん。とりあえず、オールマイトのまずエンハンス。まず、オールマイトのエンハンス。ちょっと順番に使っていきます。エンハンスたくさんいるんで、今回。エンハンスパーティーなんで。オールマイト2倍エンハンス、オールマイト2倍エンハンス、どうですか。よいしょ、落ち込んだ、いいよ、いいよ、いいよ。さあ、オールマイトのエンハンス乗って、よし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 、オッケーオッケーオッケー。次のターン攻撃力上がるでしょ。じゃ、次は3倍エンハンス、3倍エンハンス一旦で、泥鏡もかけちゃう、泥鏡もかけちゃう、君のヒーローになる。泥鏡もかけちゃって、操作時間が多分37秒。火の闇。よし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 、どう、これ結構いくんじゃない。よいしょ、あー、いいやん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 。ということで、最後は3番円はず、もう一回バルタン。闇ドロップが、お、あるじゃん、2セット。いいねー。まあ、これで。よし、これいったっしょ。いったっしょ、いったっしょ。いったっしょ。オッケー、いけ。残りを削って。よいしょー。ということでね。うん、なんとか削り切ったわ。はい、ということで、まあ、サブとして結構使ってくると強いかな。ファスカとかオールマイトのパーティーで使って、あとアムリネアとかも使えるかなと思います。攻撃タイプエンハンスとか非常に強いし、スキルが強いし、火力は出るし、攻撃力は4300出てるからね。で、キラーは体力とかが触れるんで、まあ、新しいダンジョンにも有効活用できるんじゃないかなと思います。はい、ということで、よかったら高評価とチャンネル登録、あとツイッターのフォローもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。